はいどうも皆さんこんばんは、ゆいです。今回はですね、またアメイジングスパイダーマン2をやっているんですが、このアメスパ1にですね、最強のスパイダーマンのコスチュームってのがあるので、それを紹介していこうかなと思います。スーツを変えるにはやっぱり家に戻らないといけないので、戻っていきましょう。いや、このスパイダーマンはですね、今回紹介するスパイダーマンは本当に最強です。まあ、どのくらいの最強度かというと、まあ、ハルクをワンパンできてしまうという、まあ、能力を持っています。ハルクをワンパンです。まあ、これがすごいよね。まあ、早速ね、家に戻って見ていきましょう。前回ちょろっと見たんですけど、Y を押して、このブラックスーツではない、このコズミックスパイダーマンスーツというものです。このスパイダーマンは、アース13のスパイダーマンで、中身はピーター・パーカーです。で、能力がすごい。まあ、コズミックなんで、まあ、名前的にもう宇宙関連とか、なんかそういう強さをイメージしてしまうんですが、なんとこのスパイダーマンは、通常のスパイダーマンの力以外に、他にも能力があって、なんかエニグマホースの力ってものを持っているらしいんですよ。で、早速そのスパイダーマン、コズミックスパイダーマンの能力を見てみると、エニグマホースによって強化されている超人的な力、100トンのプレスリフトっていうのが可能と。で、100トンのプレスリフトが可能になると、ハルクを宇宙までワンパンで投げることができる。投げるというか、ワンパンで拳で飛ばすことができるという能力なんですね。そして超人的な耐久力。まあ、スパイダーマンの耐久力はさらに強化されています。で、別名このコズミックスパイダーマンはキャプテンユニバースと言われていて、キャプテンユニバースになったおかげで、スパイダーマンの耐久性、スピード、敏捷性が上がっています。まあ、スパイダーマンより全然強いと。で、超人的均衡。スパイダーマンは想像できるあらゆる位置で完全均衡状態を達成する能力を持っています。本能によって自分の位置を調整できる。これによりどんなに小さくても狭くても全てのオブジェクトでバランスを取ることができる。あと超人反射神経。スパイダーマンセンスはキャプテンユニバースになったおかげでさらに強化されている。で、再生ヒーリングファクター。このヒーリングファクターっていうのは、まあ、ハルクとか、あとウルヴァリンとか、そういうキャラクターが持ってる再生能力 の名称なんですけど、この再生ヒーリングファクターも持っていると。ウルヴァリンほどではないんだけど、例えば骨折とか重傷のあばらが14本とか折れるマーベルスパイダーマンであったような出来事も、まあ、数日とか回復するのにすぐ治ってしまうという能力ですね。で、汚染物質に対する免疫力ってのも持っている。これも強いですね。で、スパイダーセンスも、まあ、もちろん強化されていて、さっきの反射神経も強化されている。で、エニグマホースってのは何なのかというと、まあ、ロキがトライセンチネルを作成した時にこの能力を得たらしいですね。で、スパイダーマンの全ての力を強化したと。で、このエニグマホースの力でどうやらこのコズミックスパイダーマンはマグニート、ドクター・ドゥーム、ハルクのような力を引き受けることさえできました。まあ、ちょっとこれ意味わかんないんですけど、まあ、このエニグマホースの力があったからマグニートとかドクター・ドゥームも渡り合えた。ハルクとも渡り合えたってことですかね。で、ユニビジョン。一種の宇宙意識。スパイダーマンは素粒子レベルで遠距離で物事を感知できる。まあ、つまり、宇宙の何が、なんか出来事があってもすぐに感知できる。もうスパイダーマンの域を超えてるというか、親愛なる隣人じゃないよね。で、超人的な視力。スパイダーマンの視力は、彼が遠くから物事をはっきりと見ることができる程度に強化されている。あと聴覚も強化されていると。で、一番ぶっ飛んだのがエネルギー操作。スパイダーマンはエネルギーの流れを別の方向に向けたり、別の種類にエネルギーに変換したりすることができると。重力子の流れを迂回させると飛行が可能になる。まあ、このスパイダーマン飛べるんですよやばいな。ウェブスイングする必要ないじゃん。もうそれスパイダーマンなのって感じなんですけどね。そしてエネルギー爆発。スパイダーマン手から集中したエネルギーを発射することができる。これすごいね。キャプテンマーベルみたいなことができちゃうと。
まあ、キャプテンマーベルのスパイダーマンバージョン。まあ、これキャプテンマーベルは壁張ったりすることができないからより強力だよね。で、飛行もできるからね。スパイダーマン飛行する能力を得ていて、彼のスピードはめちゃくちゃ速いから、ハルクを宇宙からほんの数分で助けることができたのかな。で、分子の変化、スパイダーマンはウェビング、ウェブをアダマンチウムのように固くしたりって書いてありますね。つまりスパイダーマンのこのコズミックスパイダーマンのウェブは発射するとアダマンチウムのように固くできる。これやばくないですか。ウルヴァリン並みの硬さにできるってことですかね。極端な温度への耐性っていうのもあって、まあ温度の耐性もあるから宇宙でもどこでもいけるよっていう感じですね。で、ただ弱点があると。ネイティブディメンション、スパイダーマンはキャプテンユニバースの力を自分のディメンション内にのみ保持します。つまり、まあ、ディメンション外にいると通常のスパイダーマンになっちゃうというデメリット、まあ、弱点もあるみたいですね。で、生命力っていうのもあって、スパイダーマンの宇宙の力は純粋な生命力に由来する。まあ、こういう弱点もあったり、スパイダーセンスの混乱ってのがあって、弱点にあって、彼のスパイダーセンスを奪われるとスパイダーマン監視と攻撃に対して脆弱になる。弱点もあると。エンカエチルってのがあって、彼の能力を得る副作用としてスパイダーマンは農薬のエンカエチルに敏感です。つまり、まあ、スーパーマンでいうクリプトナイトっていうね、弱点の、まあ、物質みたいなのがあるということですね。ただこのゲームのコズミックスパイダーマンは、まあ、能力を見てしまうとただ回復するだけっていう、ちょっとねしょうもない感じになっているんですよね。なんでここはちょっとね、なんか改善してほしいなーって思うところではあるんだよね。だからそのコズミックスパイダーマンってのはコミック上ではやっぱり最強のスパイダーマンなんですけど、まあ、最強がゆえに、まあスパイダーマンから離れすぎているから正直再現するのはちょっと難しいんじゃないかなーって感じではありますね。例えばこのマーベルスパイダーマンで出てきた時には、まあ、フィニッシュムーブだけもう最強のなんかコズミックエニグマフォースの力をババッと瞬間的に出すとか、そういうファンサービスがちょっと欲しいなぁとは思いますね。まあ、チート的な能力はいらないというか、いらないから。とりあえずその、なんとか、フィニッシュムーブだけ、コズミックスパイダーマンに寄せたものにしてほしいなってのはありますね。さあ、電車に巻き込まれているので助けましょう。まあこのスパイダーマンだったら全然余裕なんですけどね。これはどうやって動かすんだっけ。あ、こうか。来ます。てか、どうやってそれ線路に行ったの。しかも中間の場所で、謎だね。さあ行きましょう。左右。まあ、正直ね、なんかね、最初見た印象というのは、あれ、スパイダーマンの部分口だけじゃねって思ったんだよね。まあ、このスーツを見ればわかるんですけど、まあ顎の部分かな、そこだけにその本来のスパイダーマンのマスクの要素が取り入れられている。このニュースの画面もスーツのあれだったらいいんだけどね。ほら、スパイダーマンじゃないもん。ほぼ何かスパイダーマンのような何かにしか見えない。ちょちょちょ、なんか来た。破壊します。こういう訳のわからないやつがいっぱいいるんですよ。このゲームは。あ、暴力発生してますね。ちょっとこの、ダメージをあまり食らわない、スパイダーマンでいこうかな。だね。犯罪者は、
まあ悪いことしてるんで、このキャプテンユニバースが倒します。カウンター。このゲームはね、本当に、ね、バットマンみたいな感じで、まあ正直面白いんだけどね。カウンターができるから、バットマンみたいなアクションを求めるんだったらアメイジングスパイダーマン2ですね。マーベルスパイダーマンは普通に回避ゲーではあるんでね、こういうカウンターはないけど、このスパイダーマンはちゃんとあります。終わり。やっぱね、昔のゲームを最近やってたからわかるんだけど、やっぱ進化はしてる。やりやすくもなってるし、カメラのアングルってのも良くなってる。そういう風に思いましたね。なんでね、昔のゲームに下がってしまうと、やっぱり、やりにくいんだよね。まあ、このゲームはやっぱりその PS4 でも出てるだけあって、普通に洗練されてるんですよね。まあ、こんなこともできるしね。まあ、アメスパ好きな人は、このゲームも買ってみてはいいんじゃないですかね。ただし、日本語版はあるんだけど、吹き替えではないんだよね。ということで、今回は、まあ、この、最強のスパイダーマン、コズミックスパイダーマンを紹介させていただきました。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また次回。